はい、それでは続きやっていきたいと思います。とりあえずマップを、マップを作っていきたいと思います。新たな力を感じる。お、レベルアップした。生命吸収のルーンをアンロック。稲子、もう武器が収入すぎて。スキル、うん、これはいらねえな。これはこれか。当たると爆発する骸骨を投げつける。これでやってみるか。ちょっと間違えた。ここの操作がいまいちやりにくいよな。毒を持って稲子の群れを放つ。これゾンビドッグの方がいいな。で、スキル。これがいいか。いいね。これが増えた。よし、行きたいと思います。あ、従者。なんか変なのです。見にくいってあらしないね。行き止まりと。邪気が大気に満ちてるの。近づいてるよね。止まりか。分かりにくいね、若干ね。
使えない。行こうかな、ここ、地の地下室。犬どもは食うのに夢中だ。邪魔してやるか。まだ使えない。終わりか。助けてくれたお礼にこれをもらってくれ。左側全然行ってないね。まだ使えない。すごいねこれ。何もないか。やばい、強い気がする。まだ使えない。慎重に距離取っていかないと。クキスサブ風の大地まで行くのが早い。これ上の方、北の方まだ行ってないから行きましょうかね。まだ使えない。地の地下室は行ったと。終わりかな。 この上の方行ってないだけか、これは呪術の類ではない。道が塞がれている。西のカシム前哨基地を通ろう。西が行けと。いやー、それにしてもマップがね、すごいよね。まだ使えない。新しい仲間が加わった。だが敵も手強くなるだろう。
マルプロが来てくれましたね。出た、すげえ、この弓が。そっか、これマルチプレイヤーが来るともう従者いなくなるんですね。まだ使えない、まだ使えない。この弓矢のこの連射、連射力が半端ないよ。もっとこの左下があるか。まだ使えない。じゃあ行きましょうかね。遺跡レベル1。ん？終わり？ここ魅力あるか。積極的だな、プレイヤーズ。いやー、そっち隣の芝は青く見える現象ですね。弓矢の連射はかっこいいな。まだ使えない。腕試しといこう。まだ使えない。
えない。いまいち方向合ってるか分かんないな、これ。こっち側じゃないんだ。まだ使えない。まだ使えない。これチャットとかできればいいんですけどね、マルチプレイで。まだ使えない。パーティー組んでないからね、ありがとうぐらいね、メッセージとかで言いたい。まだ使えない。2番の帝王ベリアルは7悪の中でも最も捉えどころがない偽りの王者である。彼がアズモダンをそそのかし三大悪への反乱を起こさせたと言われている。これによって地獄界で内戦が勃発し、三大悪は闇の追放を経て人間界に追いやられることとなった。まだ使えない。まだ使えない。まだ使えない。遺跡レベル2と。まだ使えない。もう拾えない。もう拾えない。まだ使える。
まだ使えない。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 アイテムがすぐいっぱいになっちゃうのが欲しいっすよね。まだ使えない。アズダ勇者本人はアズボダンは地獄の軍勢最高の名将として記録されている。彼は福魔殿における英豪の戦いで、じゃあ一回ここでやめたいと思います。悪魔同士の紛争では三大悪